さん、かりちゃん、しょりちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、元旦にですねララポートに行ってきたんですけど、その時にね3コインズがあったんですね。でそこにねこちらのね雑貨とネイルとアクセの袋があったので、今回はねそちらを紹介していきたいと思います。じゃあね早速ね開けていきたいと思います。でまずねこちらのねネイルのねネイルから紹介していきます。こちらがマニキュア12点ネイルパーツ3点で300円でした。安くない？めっちゃ安いのでね楽しみだね。めっちゃ飽きるの楽しみです。マニキュア12点ってやばいよ。100均でも1個100円だよ、うん、やば。これがね一番重く感じます。あのいっぱい入ってる、うん、じゃあ開けてみます。なるほど、あ、かわいい。すごい。こんな感じでねあの袋にまとまってる状態で、で中がこの色とこの色とこれ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 です。でね、でマニキュアが全部で12種で、うん、まあ、いやパーツが2個とかだね。パーツ3つだよね。3つ？そう、3つって書いてあるんだけど、それが1つかな。これに2つ、あ、これが2つ？そうだね、それが2つ。これが2つで、これが1つ、うん、こっちがステッカーで、こっちがラメみたいな。かわいいラメ、かわいい、キラキラ。じゃあ次いきます。次にね、アクセを紹介していきます。アクセは6点入って300円。これもすごいお得感が感じられる、うん、6点だよ、だって楽しみね。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。幼稚園からね、使ってるハサミをね、うん、何年使ってる？ 8 年ぐらい使ってない、ね、8年使ってる私、うん、でも使いやすいんだよね、幼稚園。そう、めっちゃ使いやすいんだけど。はいはい。お、こちらもね、真っ黒にまとまってる状態で、おー、綺麗、かわいいです。開けてみよう、開けてみよう。6点だよね。そう、6点だから、そう、指輪が一つ入ってたりする。ああ、なるほど。おお、ヘアアクセっぽいね。みんなヘアアクセっぽいね。ヘアアクセっぽい、絶対ヘアアクセ、うん、なるほどね、入ってたの。ああ、全部ヘアアクセだ。この6点で全部ヘアでシュシュと、あ、いいじゃん。あの、こうやって、おー、なんか、うんうんうん、ピンの挟むやつ、挟むやつ。あとピンが2個と、おー、ゴム3つと、これもヘアアクセだね。うん、刺すやつだ、刺すやつ。え、でもお団子して、うん、そう、よく知ってるじゃん、ゴムに刺すやつね。あ、乗せてちゃいました。かわいい。え、どれも結構シンプルめっていうか、ちょっと大人っぽい系だね。そう、このやっぱゴムのね、このねキラキラがめっちゃかわいいし、これも絶対ほら金金とか、うん、このねなんか動物柄みたいな感じで洋服に合うね。うん、いいじゃん、結構良かったんじゃない。このピン2個入ってました。あ、ほんとだ。え、6点じゃなくない？
まあでもそれが2本で1点なんですけど。そっか。うん。ピンちゃん。これで300円だったよね。やばいやばい、これで300円もやばい、うん、ほら、これで300円はやばいんですよ。だってさ、これでさ、3コイン取ってて300円ってやったの普通じゃん。そう、普通はね、1個300円だからね。使えるね。学校とかに持ってってさ、ちょっと紙縛りたい時とかいいかも。あとつかないし、いいこれで学校行く。うん。はい、じゃあ次行きましょう。最後、最後はザックです。ザックだね。はい、ということでね、ラストはね、この雑貨のね、福袋を開けていきます。でかいでかい、そう、でかい。でね、これはね、雑貨が4点入って300円。うん、安っ。開けてみます。あ、これは袋にまとまってません。本当だ、1個ずつ出すんですか。4個だからね。まず1個目、かわいい。これ耳当てじゃん。え、耳当てじゃんよね。あ、分かった分かった分かった。違う、こうだ。あ、よかった。よく映画でさ見るじゃん。うんうん、しほちゃん頭でかいのかと一緒。それちょっと冬の必需品だね。おお、また来ました、冬の定番。今回冬の雑貨っぽいね。これがね、手袋。あ、でもいいんじゃない、その手袋いいと思う。かわいい、ちょっとね、かわいい。あの、誰でも着れるようにフリーサイズみたいな。うんうん、は、誰でも着れるように、誰でもつけれるように、ね、つけれるように、なんか大人のサイズ、うん、なんだけど、いいと思います。いいかも。お、いいじゃん。着てみました。こんな感じで、かわいいよね。うん、いいと思う。ほら、めっちゃかわいい、うん、ちょっと大きいけど、うん、かわいいです。はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう。次はまた冬ですね。うん、アリミちゃん好きそう、その色。うん、あ、でもしマフラーも似合わないかな。そんなことないでしょ。わかんない、うん、普段あんましないけどね。あんましない、なんか千葉あったかいじゃん。まあね、いえ、そんな感じで。でも大晦日とかめっちゃ寒かったね、風が。あー、風がめっちゃ寒かったね。寒かった。ラストだね、次。ラスト、いきますよ。なんだろう、ラスト。帽子だ。お、帽子。なにこれ、ベレー帽。ベレー帽だね。つばがないベレー帽。こうかぶって、うん、こんな感じ。あ、なんか、ね、なんか緩いね。もっとか、もっと深くかぶってかぶれるのかな。そう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 。こんな感じ？え、変じゃない？絶対変だよね、これ。変じゃない？うーん、合ってるよね。もっとガツってさ、深くかぶって。そう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 。どうぞ、これ。これじゃない。これじゃない。あ、え、それじゃない。だって取れちゃうじゃん。そう、そんな感じ。なんか違う、ちょっとでかいね。ベレー帽の被り方がわかんないんです、未だに。でかいかな、ちょっとやっぱり大きいだけ。なんかもっとがっつり被るんだと思う。こうじゃない。そうだよ、そう、それだよ、それ。かわいいじゃん、ほら。こうじゃない、絶対違う。そうだよ、絶対違う。なんで、そういう帽子だよ。あ、そうそうそう、まあそんな感じ。まあ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 、まあ、無言。でもちゃんとあれだね、耳当て、手袋、マフラー、帽子ってこう揃ってね、冬物の雑貨が4点でした、ね、はーい、はーい。これだけ箱に入ってないのが不思議ね。壊れちゃったんじゃない。
まあ基本ね、こんなこと言っちゃうとあれだけど、やっぱ福袋はまあ半分ぐらいは売れ残りだと思うので、多分売れ残ってて箱が壊れちゃったんじゃないかな。あ、なるほど。まあでも中身には一緒だからね。中身は一緒だからいいんですよ、うん、いいんですよね。はい、はい、というわけで今回はですね、3COINSのね福袋を紹介してみました。え、皆さんもね、なんか欲しいものあれば、もう終わっちゃったかもしれない。来年も多分ありそうだもんね。ぜひ買ってみてください。はい、それではバイバーイ。グミペア。